皆さん、こんにちは。ホグワーツレガシーの27回目の放送となります。前回の放送では、白女の友達である、ロドゴクと一緒にアートコットの兜があるとされる、魔女の墓地に行ったところで話が終わっています。今回も、アートコットの兜の話を収録しています。魔女の墓地での冒険、ロドゴクとのやりとり、アートコットの兜の行方など、面白い内容となっています。それでは、今回もゆっくりお楽しみください。第27夜、開幕です。それでは、本編スタートです。了解でございます。じゃあ行きましょう。魔女の墓地からですね。亡者がいるとのことなので、注意してください。暗い、怖い。あ、でも火がつくんだね。いいね。勝手に火がつくなんて、おっかないよ。しまってる。蝶がどこにいるかだよね。ルーモス。近っ。あ、待って待って。あ、いたいたいた。あれか。ガダ。面白い。なるほど、顔とあのくぼみに入れれば扉が開くということか。で、ここに蝶を置いてあげると扉が開く。ルーモス、あ、びっくり。ルーモスしないと真っ暗で怖いな。慎重に進むんだよ。鉄管の宝箱。明日怖っ。ここは何もないか。あ、お金があったな。暗いな。これは魔女の墓じゃない。もっと先に進もう。これ。ここも同じように蛾を集めればいいのですね。お金はいいね、欲しいね、いっぱい。あ、あったあったあった。ルーモス。ほい、あともう一体は。いたいた。ほいよ。レベリオ。こう見ると、宝箱たくさんあるんだな。宝物もたくさん落ちているみたいだから、レベリオで確認しながら進もう。行こう、次へ。ルーモス。誰かいる感じがする。あー、いた。うわー、めんどくせえな。いやー、いっぱい亡者がいるな。これは、一旦交代した方が良さそうだ。ちょっと待って、まだ準備できてねえよ。おい、どこまで逃げるのかい？戦わないと先には進めないよ。あぶねえ、いたいたいた。一体ずつちゃんと倒していこう。まだ使いたくないな。はい。行くか。オッケー。いやー、まだいるのか。いっぱいいるな。これで終わりや。爆発した。何だったんだ。怖っ。
まずはお疲れ様です。でもこの先もいそうですね。オッケー、お金たくさんゲットだ。レベリオ、ごめんなさい、行くか。ルーモス、フォークダンプの体液はね、持ってて損はないから。ん？あ、ここにいたんだ、チョウが。まずは1体目。3体目どこだ？レベリオ、ルーモス。あー、もしかしてこれか。うーん、能力を見つけられれば動かせそうな気がするんだけど。ちょっと待って。ルーモス、ここか。なるほど、ガをセットすれば起動する仕掛けになっているのか。あ、ディフィンドじゃねえ。登れ、オッケー。ルーモス、行くよ、ルーモス。これでいいんだな。行くよ。はいよ。道が分かれている。とりあえずこっちの道を歩いてみるか。何だろう、危なそう。怖いな。ここにはこれしかなかったな。アクション、リセンドか。降りる、それしかないみたい。降りるしかないのか。この下降りるしかないか。水か。ルーモスは捉えられないな、ここだと。捉えられない。すいません、神々すぎだよ、カイ君。で、ここに出たと。何？うわー、いる。いっぱいいるな。いつの間に、これだと数では圧倒的に不利です。インセント、何？いっぱいいるぞ。うわー、うわー、危ねえ。くそ、こっち水かよ。こっちに入ってまずいな。あぶねー。まあ、これはこれで面白いと思うな。僕は、とりあえず、頑張るんだよ。いったー。こんなところでやりたくはない。はい、一人目。オッケー。僕自身ちょっと。うわあ。この録画。アイテム使えば。あぶね。インセンディオ。ロングリボ。そう、まだまだいるな。
金、お金、お金じゃねえや。アクシ、なんだ？死者の悪臭って書いてある。どんなアイテムだ？はい、終わり。まだいる？何？また湧いてきた。まず一体。いつになったら終わるんだ。あぶねー。いけ、コンフリンゴ。ディセンドもいけ、ディフィンド。オッケー、静かになったね。いやー焦った。多分こっち逃げてた排水の陣になってたな。とりあえずはお疲れ。このダンジョンの山場は越えた感じかな。多分ルーモスで最初これ動かした方がいいんだろうな。ガチャンがいるね、あそこに。多分だけど、てかここは少し覚えてる。ここに乗せてあげて、んで、こうだ。ルーモス、ルーモス来い。 OK。 以前ニコニコ生放送でやった時の記憶が少し残っていましたね。で、こうかった。こうだ。ルーモス。行くよ。あと一体どうだったっけ、覚えてないな。あと一体どこだ。あ、いたいたいた、あそこか。いたよ。ルーモス。あ、いいよ。意外と近いところにいたね。盲点だったよ。魔女の眠る場所か。ロドゴクの話だと兜は棺の中だっけ。アッシュワインダーの死体、同胞が兜を持ち去ったんだ。ロドゴクは気に入らないだろうな。ロドゴクに見せよう。これしかないの。扉を開ける仕掛けがどこかにあるはず。そんな、せっかくここまで来たのに、それはないよ。いた、ここにいたのね。ロドゴク、石棺は荒らされてました。兜はなくて、アッシュワインダーが死んでただけでした。ああ、先を越されたか。これ以上ルックウッドがランロクに恩を売る前に何としても手に入れなければ。奴らの野営地を近くで見かけた。悪いが一人で行ってくれ。私はもう戦える体じゃない。ルックウッドのキャンプ、手伝いが必要かも。残念だが時間はない。ルックウッドより先に兜を手に入れろ。さもないとランロクに対抗できるチャンスを失ってしまう。マジで？あのような異物が腐った泥棒どもの支柱にあるとはな。盗賊から兜を取り戻すって書いてあるね。あそこか。あ、敵がいそうな雰囲気がするよ。距離があったため、移動中はカットしました。ん？はい、終わり。あ、気遣いの前に、あ、気遣いじゃったか。いいぞいいぞ、とりあえずやっちまえ。なぜ戦っているかは分かりませんが、漁夫の利を狙えそうですね。あ、俺漁夫の利を得たかったけど、それも無理か。仕方がない。頑張れ頑張れ。
っと応援しよう。アクサシュワインダーたちを。いったー。いや今利害が一致していいはずだぜ。あぶねえ。ドロームさんに出会うぜ。戦うか。そうだよ、みんな頑張れ。いいよ森のトロールたちをちょっと倒そうぜ。あぶね、なんでワープしてんの。森のトロールはワープできるのか。よっくら厄介だな。あぶね、あぶないって。吹っ飛ばされてる。いった、やり返しているけど全然効いてませんね。ちょっと森のトロール。はいよ、死が降り注ぐぞ。もうディセントだ。ちょっとめちゃくちゃだな。コーフリングだ。あ、トロールいなくなった。ちょっとマジ2名惜しい。お疲れ様でした。頑張ったね。悪いな。レベリオ、ここにランロクのアートコットの兜があるはずなんだけど、これかな。いや違うな。あれ、あるはずだけどな。もう少し調べてみるか。どこだ、こっち。レベリオ、これか。やった、ルックウッドのために。目の光が消えるのを見ててあげる。くそー、紫か。はい、一体目。お前が乗り越えても大変な間違いです。悪いね。オッケー、この杖を伸ばす。はい、ボディ。アッシュワインダーに一人で勝ったなんて誰も信じないな。アッシュワインダーってそもそも分かってないんだよな俺。すまんすまん。ランドくんとこ、ランドくんじゃない、ドドゴくんとこに戻りに行きますか。ここか。はい、無事に兜は奪還できたし、ドドゴくんのところへ帰ろう。中で何が待ち受けてるかわからない。奴らから兜を取り戻しました。よくやった。ランロクは感心するだろう。この兜の輝きときたら想像以上じゃないか。このエッチング、側面の曲線、実に素晴らしい。とても綺麗ですね。取り戻したかったわけです。そのためなら殺しも厭わないゴブリンもいるのだ。盗賊は命拾いしたな。ええ、そうならなくてよかったです。ありがとう。これでランロクの信頼を得られる。すぐ届けよう。気がそれて捜索の手も止まるかもしれない。捜索って。ああ、まだはっきりしたことはわからん。お前にはとても感心したぞ友よ。信頼してよかった。また話そう。協定のことはひとまず伏せておく方がいい。私たちの目的が一致していると信じる者は少ない。アートコットの兜クリアしました。
レベル24か、もう少し上げていきたいな。というわけでして、アートコットの兜は終わりましたんで、今回はここで終わろうかな。じゃあお疲れ様でした。何分経ってる？45分か。了解です。じゃあありがとうございました。失礼します。